前回の超わかる高校数学は、連立不等式は2つのステップで解く。ステップ1、それぞれの不等式を解く。ステップ2、数直線に解を図示して共通部分を求める。そして白丸はその点を含まない、黒丸はその点を含む。この記号の意味も覚えよう。次の不等式を解いてください。3秒後に解説を始めます。では一緒に確認しよう。この問題のポイントは、3つの整式がつながった不等式は左の不等式と右の不等式に分けて考えよう。連立不等式はそれぞれの不等式を解く。数直線に解を図示して共通部分を求める。この2つのステップで解こう。3つの整式でつながった不等式は左の不等式スタート、右の不等式ダブルスターに分けて考えよう。まずはそれぞれの不等式を解く。スターは両辺を6倍して整理すれば、x は21分の34未満。ダブルスターは両辺を12倍して整理すれば、x は18分の11以上が導ける。次に数直線に解を図示して共通部分を求める。スターは不等号にイコールがないから白丸。ダブルスターは不等号にイコールがついてるから黒丸になる。つまり共通部分は、x は18分の11以上、21分の34未満が答え。3つの整式がつながった不等式は左の不等式と右の不等式に分けて考えよう。連立不等式はそれぞれの不等式を解く。数直線に解を図示して共通部分を求める。この2つのステップで解こう。ありがとうございました。次回の超わかる高校数学は、連立不等式の解の条件の問題は、まずはそれぞれの不等式を解いて数直線に解を図しよう。この時解の条件を満たすように文字式の位置を決める。不等号にイコールがつくのかどうかも必ずチェックしよう。